グレンデール、ベイアリゾナ州、6日、日本時間7日、イコールシカマへ。大谷翔平に愛車を用意へ。9日、同10日にキャンプ初日を迎えるドジャース大谷翔平投手29に対し、球団が移動用の専用ゴルフカートを準備していることが分かった。同地のキャンプ施設は、各グラウンドのネット近くまでファンが近寄れる環境、大谷翔平フィーバーが予想される今キャンプでは空前の大混雑が予想されるため、警備強化の目的でカート移動を導入する方針が固まった。高級車ポルシェには程遠くても、キャンプ期間中、大谷翔平に移動用の専用カートが用意される見込みとなった。同施設の警備担当者が明かしたもので、現時点で空前のファンが殺到することを想定。混乱を避け、円滑な練習に取り組めるように、特別車を導入するプランが浮上した。グラウンド4面を使用する同施設は、ファンフレンドリーで選手を間近で見ることが可能。練習終了後には写真撮影やサインを求めやすい構造で、例年多くの土群ファンが詰めかけ、クラブハウスへ向かう通路に長い行列を作る。これまで警備員は約50人で、常時20人前後が各ポイントに配置されてきたが、今回は大谷翔平対策として再検討。担当者によると、増員することにもなると思うが、カートで移動することを考えている、と明かした。キャンプ中、各球団とも用具や荷物、ドリンクなどを運ぶ際にカートを使用する。クラブハウスと本球場が離れている場合や、大物 OB や GM、監督クラスが利用することはあっても、常に走ることが徹底されているグラウンド間の移動で特定の選手が乗るとすれば極めて異例。大谷翔平が移動すれば、メディアだけでなく、体制のファンが一斉に追いかける可能性が高いだけに、安全最優先で対応していくことになりそうだ。実際、キャンプイン3日前のこの日から、早くも周辺の警備体制は強化され始めた。前日までは規制されていなかったゲート周辺には鉄柵がずらりと並び、ファンの駐車場や動線が制限された、大谷翔平フィーバーが加熱すれば駐車場内の車の走行に影響が出るだけでなく、不慮の事故につながる可能性も捨てきれない。9年に同施設が開場して以来、担当者が、こんなことは初めて、と話すほど警戒感を強めている。本拠地ロサンゼルスで3万5000人分のチケットが完売した3日のファンイベント、ドジャーフェストの際には、大谷翔平の前後左右を5人以上の警察官、警備員がガードした。大谷翔平の姿が確認されなかったこの日。小雨が降った道地には、まさに嵐の前の静けさが漂っていた。大谷翔平、山本由伸遺跡のドジャース、9日キャンプイン。3月20日韓国開幕戦へ間もなく始動。米大リーグは9日、日本時間10日、大谷翔平と山本由伸が移籍したドジャースのバッテリー組、リハビリ組が全30球団で最も早くキャンプインし、3月20日に韓国、ソウルで行われる開幕戦へ始動する。他球団も順次、アリゾナ、フロリダ両州でキャンプをスタートする、ロサンゼルス支局帯津智明、ニューヨーク支局平沢優。昨年9月に右肘を手術した大谷翔平は順調にリハビリを進めてきた。今月3日のファン感謝イベントでは、ティー打撃などで 100% ぐらいで振っている、と説明。キャンプでキャッチボールを再開する方針を明かした。オリックスから移籍した山本はイベントには参加しなかったが、ロバーツ監督が日本で最高の投手、とファンに紹介し、期待の高さを伺わせた。ドジャースと開幕戦を戦うパドレスは、メジャー13年目となるダルビッシュと楽天から移籍した松井が、バッテリー組として11日に始動する。カブスには DeNA から今永が加入、3年目の鈴木と共にプレーオフ進出を目指す。昨季ナ・リーグ最優秀新人の最終候補に入った千賀の所属するメッツは、オリオールズからフリーエージェントになった藤浪と契約合意したと、米メディアが伝えている。前田はツインズからタイガースに移籍し、メジャー9年目をスタートさせる。レッドソックスの吉田は2年目、菊池はブルージェイズで3年契約の最終年を迎える。日本ハムから移籍し、レイズとマイナー契約を結んだ上沢、ジャイアンツとマイナー契約の筒川はメジャー昇格をかけ、招待選手としてキャンプに参加する。大谷翔平は、打点王、現地メディアが予想した今季の各部門のリーダー。
アリゾナでスプリングトレーニングを行うドジャースは、現地2月14日に最初の全体練習が行われ、アリゾナ開催のオープン戦であるカクタスリーグ初戦は現地22日の予定。MLB の2024年シーズンは、その足音が次第に聞こえ始めたようである。そんな中、MLB.com は現地6日付で、2024年シーズンの12スタッツのリーダーを予想、と題した記事を掲載し、2024年のレギュラーシーズンで誰が投打の MLB でナンバーワンになるかを予想している。ちなみに、この予想は各リーグのトップではなく、MLB 全体のトップを予想したものであり、今回は、本塁打、打点、盗塁、出塁率、長打率、WRC プラス、安打、二塁打、三塁打、セーブ、投手 FO、防御率の12項目が対象となっている。記事によると、今回の予想は、ファングラフスの GPS 予想システムを使用した、とのこと。そして、GPS システムは、今季からドジャースでプレーする大谷翔平が打点王になると予想している。記事では、大谷翔平が2024年シーズンに122打点をマークするだろうとしており、これについて、昨年9月に受けた右肘の手術により、大谷が2024年は投げることができないのは事実だが、その反面、彼が完全に打撃にフォーカスするという明るい希望もある、とした。その上で、彼の打席における最高の姿を見たような気になっていたかもしれないが、これは考え直すべきかもしれない。彼にマウンド上でトップの状態に保つ負担がかからない場合、果たしてこの惑星で最高の野球の才能の持ち主は、打席で行うことに全エネルギーを集中させると、何ができるのであろうか、と続けた。さらに、2024年はメジャートップの打点。それは的を置いていると言えるだろうし、特にスター揃いのドジャース打線で、彼の周りにいる面々を考慮すればなおさらのことである、とまとめている。ちなみに、本塁打トップは同じくナショナルリーグのロナルド・アクーニャ・ジュニア、ブレーブスの43本という予想になっており、GPS によると、大谷翔平のリーグをまたいだ2年連続本塁打王という快挙は達成されない見通しとなっている模様。本塁打と打点以外の10項目に関する予想は以下の通り。2024年 MLB スタッツリーダーの予想。盗塁、エステウリー・ルイーズ、アスレチックス。出塁率、フアン・ソト、ヤンキース。長打率、ヨルダン・アルバレス、アストロズ。WRC プラス、ヨルダン・アルバレス、アストロズ。安打、ボービシェット、ブルージェイズ。二塁打、ワイアット・ラングフォード、レンジャーズ。三塁打、コービン・キャロル、ダイヤモンドバックス、西武、エドウィン・ディアス、メッツ、カミロ・ドバル、ジャイアンツ。投手 FO、アーロン・ノラ、フィリーズ。防御率、ルイス・カスティーヨ、マリナーズ。